異世界転生系のタイトル、素人が考えてもバレない説。イエーイ、わかる。小説、ナロー系の、異世界転生とかがなんかアニメとか漫画ラノベとか流行ってるのはご存知ですか？はい、ありますね。流行ってますね。あれね、すごいね、もうタイトルでめちゃくちゃ長くて、なんかもうそのストーリーの内容とかが分かるようなものが多いんですよ。なるほどね。で長いよね。長い長い。で50文字とかある。ほぼあらすじだもん。そう、で俺それ見てて思ったんだけど、あんなにタイトル乱立してたら、もう素人の俺が結構適当にポン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 って書いたのと、めっちゃ売れてるね、めっちゃ売れてるタイトルとか並べられても分からない説。いや、分かるよ。プロが考えるタイトルと素人が考えるタイトルだよ。しかもトリッピーだよ。そう、そう。でも待って、あのトリッピー。でも最近正直あんまりアニメ見てないでしょ。見なくても分かるよ。正直最近の流行り、俺たちのガチオタ動画お前知らないだろ。めっちゃ用意してんじゃん。なんだお前、めっちゃ用意してない。何だこれ、怖いぞお前。さあ、だいぶ気になるぞ、まあ、なんか。ちょっと待って、入らんか。いや、お前これね、長すぎて読めないよ。お前、なにこれ。どこまで繋がってるか分かんない。そうそうそう。お前がタイトル分かんない。いや、まあ、こうやって持ち上げれるから。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、本当に、ぶっちゃけ言うと、マジで、もうコミカライズとかもされてるような、人気、異世界転生系のタイトルでございます。やばい、これ分かんないかもしんない。ちょっと待って、知ってるタイトルもしかしたらないかもしれない。俺ね、一個だけあるでも知ってるやつ。あ、本当で、こっから順番に綾野先生さんとタラチョウさんは、これは本当にあるやつを俺に渡して、それでもう失敗して、もし俺がね、もし作るタイトル出してしまったら、まあその場で異世界転生しようと思って。やべえよ。マジかよ。やべえよ。ちょっと行きたいやめろ。で、何回あるかまだとりあえず言わないんで。なるほど。最初の方はね、さすがに。これヒントとかちなみにあった。あ、まあ全然なんか難しそうだったらあげるんで。なるほどね。ちょっとね、数減らさないと入りきらないんで。なるほどね。じゃあまずは減らす作業。じゃあちょっと田中さん分かるとか言ってたんで。はいはいはい。いや本当一個だけなんだけど。うん。これは分かる。異世界おじさんは。おお。そう。いや、これはめっちゃおもろい。異世界おじさん、こちらは確かに本物で。よしよしよし。ああ、やろうじゃん。よしよしよし。こちら、異世界おじさん。はい。これは、これだけね、基本的にね、小説になろうっていうところのサイトから、まあ出たりすることが多いんだけど、まあこれだけそれじゃなくて、ツイッターとかフィグシブ発で、ね、基本的に異世界が流行ってるから、それを逆手にとって、なんかね、妙なんでしょ。そう、そう、日本で帰ってきた方。そうそうそう、もう異世界転生から帰ってきて現実世界で、それを、その知識を使ってYouTuberとかして金稼ぐ。あ、なるほどね。異世界ずれしちゃったおじさんが、そういう感じの。ガンダン世界復帰してくみたいなね。そうそう、かなり有名で面白い作品でございます。これ本当に面白い。はい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 。さあ、じゃあ次、綾野先生さん。正直、綾野先生。まあでも、俺それ以外やばいよね。俺ね、これじゃない、わかんないけど、魔術学院とかもありそうだし、魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始めるのはそんなにおかしいだろうか。これはありそう。まあ俺が考えてないと。これは俺が考えてないと。こちらはあります。よっしゃ、あるんだ。知ってる知ってる。知らない知らない。魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始めるのはそんなにおかしいだろうか。ご存知じゃない。知らない。今見たらわかるかもしれないけど、わかんない。ご存知じゃない。あいつオタクだわ。お前案件みたいになってるぞ。お前案件かって思った俺は。これ基本的にね、この可愛い、この主人公がね、はい、じゃあ次。はい。タラチョウくん。いや、これあるでしょ。これ。お、史上最強の大砲、村人に転生する。これあるでしょ。はい、こちらは、あります。イエーイ。まあ、ここら辺はね、でも、テンパ、しかもね、これね、めちゃくちゃね、超人気作です。あ、そうなんだ。こちらですね。おーい、かわいい。これまさかの25万部突破でね。すげえ。ドラマ CD とかもされてる。あ、ちなみにもっと余裕で50万とかそれぐらい売れてるやつが、マジかよ、めちゃくちゃたくさんある。タイトルで全然わかんない。そういうレベルで、まあもうこれから多分アニメ化とかもされる。つか、なんだったらアニメ化されてるやつある。え、普通に。そう、ちょうど前期かな、俺アニメ全部見たんですけど、うん、俺本当におすすめのやつがある。なるほどね。それはタイトルとかでね、ちょっと予想してください。はい、なるほどね。
じゃあ私ですかね、はい、多分ね、あのね、こういうのこれはね、あるよ、ね、クラスごとの、クラスごとは集団転移しましたが、はい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 、一番強い俺は最弱の商人に偽装中です。この強い、強いと最弱とか、そう、転移とか、なんかそういう文章になってるのはありがち、学校からっていうのがめっちゃありがち、学校からね、はい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 、はい、ありがちです、これあります、これありがちと、こちら、クラスごと、クラスごと集団転移しましたが、一番強い俺は最弱の商人に偽装中です。こちらは、はい、あります。よっしゃー、あるんだ、あるんだ、あります。わかんないけど、あるでしょ、これは、こちらでございます。おー、いいね、まあ、これはね、すごい、ね、いかにも偽装してそう、これはこれ、あのね、この人がね、うん、毎回もう異世界転生を経験者なんですよ。あ、そうなんだ。それでいろんなところに異世界転生してるから、うん、もうレベルとかがカンストして、マックスしている、もうマックスになってるチート能力、うんうん、で、そのタイミングでクラスにいるときに、うん、まあ、異世界転生のアップが地球に始まってしまって、うん、クラス全員を巻き込んでしまうと、でもちょっとややこしいことになるの嫌だから隠しとこうみたいな感じで偽装する、全員のことが嫌だみたいな、ね、そうそう、そんな感じの、はいはいはい、そんな感じのやつでございます。どう、ボロいわ、どう、いや、はい、でも結構、なるほどね、え、俺さ、うん、もうちょっとさ、悩んでくれるんじゃないかなって思ったの。いやでも分かんないよ、分かんない、分かんない、出してる数が多いからとりあえずこれかなみたいな。そしたらさ、同じ理屈でこれもだよね、多分暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いの、同じ理屈、これはある、これは絶対ある、絶対ある、これはですね、うん、はい、七島さん、ちなみに、まあ、そうだね、すごいいいこと言うと、ない空気出してる、いいこと言ったら、やっぱあれだよね、タイトルで大体わかるからね、これ読んだ時にわかるもんね、うん、そこがやっぱこの異世界転生系のね、うん、そのいわゆる小説になろう系のタイトルがいいところなんだよね、はい、はい、でもって、ちなみに、はい、こちらですね、はい、はい、あ、どっちだ、あ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 、したくない、異世界転生したくない、異世界転生したくない、嫌だ、あります、やったー、やったー、これはあります、あー、焦ったー、しかもタイミング的にもぴったしで、これも実はクラスごとに2年2組がそのまま、うん、あの転生する話なんですよ。へー、でもって、みんなにね、かわいい、職業、職業、10代の暴走刺激しすぎだろ、職業がね、振り上げられるんだけど、はい、待ってね、なんかね、異世界転生剣って、うん、まあ、なんかどんなテンプレあるかとかわかります？テンプレ、テンプレがあるんですよ、基本的には、はい、まずは異世界に転生することと、はい、なぜか異世界系なのにステータス能力とかスキルとかがあるんですよ、うん、もう基本的には、うん、そういうので、これも同じで、うん、職業で、まあ、自分でみんなでこうやって確認するんだけど、はいはいはい、こいつはあのクラスの地味めなことだったから、うん、暗殺者かみたいな感じ、うん、暗殺者のスキルだったんですよ、はいはいはい、でなんかクラスのリア充系のキャピキャピしたやつが、うん、あいつが多分勇者だろうなって言って、うん、みんなのスキルのステータス見るんだけど、うん、これ俺だけめちゃくちゃ異常に強いぞって、あ、そうなんだ、もうその視点で無双ができる、そういう、ありがちだよな、いや、ありがちだよ、もう素晴らしい作品でございます、めちゃくちゃ面白いです、カンストありがちすぐカンストする、すぐカンストする、カンストしてない、これカンストしてない、すぐ9999、さっきのはどこか、さっきのはカンストだけど、他の能力がダメでも生きてどっかでめっちゃ強い、ありがち、さっきのはカンストだけど、この人はカンストしてない、能力的には、はいはい、まあでもそんな感じで、はいはい、まあ、基本的に異世界転生系はあとはハーレムが起こったり、うん、そんな感じの、いわゆるあの僕のようなオタクが好きなテンプレがあるんですけれども、はいはいはい、あのね、さあ、ということで次、はいはい、アイナセンスさん、はい、1、2、3、4、5、6、防御力カンスト、嫌なので防御力に極振りしたいと思います、はい、こういうのさ、あれだよね、なんかさ、あの広告で出てくる、あー、なるほどね、ありそう、体力を、俺は防御力に極振りした、なんかタンクだかみたいな、はい、よくある、ちなみに、うん、こちらの作品は、はい、あります、よっしゃー、しかも、うん、これはですね、うん、アニメ化したやつです、これアニメ化してますね、これ俺アニメ全部見たんだけど、うん、めちゃくちゃ面白い、めっちゃ面白いの、これね、まあ主人公女の子なんだよ、これは絵はないの、あ、絵あるよ絵ありますよ、メープルちゃんです、かわいい、え、これが防御力に極振りしてるの、あ、そう、防御力に極振りした、あ、でもこれ見たことあるわ俺、これあるあるある、あ、これがそうなんだ、そうそう、この子が、その最初に、これはね、異世界転生じゃなくて、これはね、いわゆるね、VR ゲームなんですよ、これは、うん、作品が、はいはい、で、この子は、まあ最初にだからステータス振れるじゃん、なんか、あの結構 RPG とかそういうの、で、まあ痛いな嫌だから防御力に全部振る、その後に、なんか結構、なんか
街とかで寝てたら、うん、スライムとかにずっと食われたりして、うん、でも防御力が、はいはい、あのマックスだから、うん、あんまり痛くないの、うん、でそのまま昼寝しちゃって、うん、そのままなんていうのかな隠しステスキルみたいな、うん、あのモンスターに無防備な状態で何回もやられたから、うん、防御力が2倍になる隠しステですとか、ね、そういうなんか、うん、もうゲームの裏をついてついての変なスキルでマジでヤバいことになるみたいな。なるほどね。でそれでまあ無双ができるって、そんな話です。この子縦で戦うの？縦で戦う。マッシュじゃん。いや本当にそう、本当にそう、本当にそう。しかもあの恋愛要素もね今のところ一気のところはない。俺もアニメしか見てないけど そこないないってのはプラスポイントなんだよ。いや俺はね基本的になくても楽しめたから。あーなるほどね。主人公女の子だったしね。あーはい、ということでねちょっと待って。うん俺もなんかさ、結構混じってるの？それはまだ秘密？ん？まだ秘密？いや、あのね、結構混じってる。あ、結構混じってんだ。結構混じってる。正直言うと、うん、俺ね、6個用意してるの。うん、あ、6個は分かるわ。待って、なんとなくこれトリッピーじゃねえかみたいな。待って、6個だ。トリッピーの方が1個分かる。俺もう、あやの選手、これ怖えのがさ、うん、もうさ、3つ農家あるんだよね、これ。どこどこ、うん、農場作ろう。家庭菜園始めました。うん、のんびり農家。あ、ここなんだよ、ここ。ここここ農家の3年生がいるんだよ、これ何なんだよ、こいつ。これもさ、なんかタイトルやけに短いから怖いんだよな。あー、わかる。何なんだろう、逆に。ちなみに、もう絶対トリッピーだろっていうのを逆に今のうちに聞き取れた。俺は、個人的には、うんこアイドル。異世界うんこアイドル。異世界うんこアイドル。これわかんない。あったら面白いけど、トリッピー、頭の中がトリッピーワードっぽい。そう、まあ、読めなかった。トリッピーワードっぽい。これ、まあじゃあこれ一応除外しとく、あの選手的には。いや、わかんない、わかんない。一応ね、一応上の方に。一応ね、わかんない。一応順番的に俺か、今。いや、これね、逆手ついてね、なんかゲーム実況はなんかありそうだね。ありそうだね、それ。これありそうだね。普通にありそう。はいはいはい。で、うん。あー、でも、これは多分ありそう。水泡館っていう言葉がトリッピーから出てこなさそう。確かに。水族館。水族館ですよ。びっくりした。あ、ごめん、ちょっと待って、から読んだからさ。水族館ならある。いや、あるな。水族館って言葉出てくるな。で、いや、でも分かんないな。6個でしょ今何個あるんだろう。6個だね。6個。6個ぐらい、俺の。だから半分ぐらい。半分。いや、結構頑張ったら。半分。いや、だいぶ頑張った。俺ね、もうちょっとね、結構今回自信あったから、うん、あの、前回の動画でほぼサンリオショップで、うん、こんな感じの企画やったんだけど、うん、結構アイゴリに当てられて悔しかったから。あ、じゃあ、って、これはね、あるよ。これあるよ。はい、うん、異世界転生オタクが異世界転生するとこうなる、うん、なるほど、あるっしょ、はい、ということでもうなんか飽和してきたからこういうの絶対出す。なるほどね、うん、このいい異世界転生オタクが異世界転生するとこうなる、こちらはありました。トリッピーが書いてありました。タラチオさん異世界転生。いや、まずはまだ今リーチ、あと1回2回でリーチ、2回で転生つか2回で、あの俺がこのランダムでこの作品を渡すから、うん、それ買って感想、ツイートする。やばいオタクだ。やばいやべえこいつ、布教される。布教オタクだ。布教される。やばい感想文、あ、図書カード渡すんで買ってきてください。ちゃんとお金を出してくれる。はい、布教してくる。さあどうしましょう、はい、アヤ先生さん。僕ですか、はい、僕ね、個人的に読みたいのはね、これ胸が大きい女の子、あ、これありそうだよね。世界に転生してしまった貧乳好きの勇者の冒険。オタク可愛い女の子無限に扱うし、これなんかね、ワンチャンでもトリッピー考えそうなタイトルなんだよ。だから怖い。だから怖い。俺読みたいのはこれ。読みたいのはこれ。でもこれ怖い。ワンチャントリッピー。これ多分ね、もう異世界転生オタクだったら、うん、割とガチで本当に有名なタイトルばっかしだから、うん、もう俺のやつ分かってんだよ、うん、そういうのも含めて、あ、待って、ここに一つ、あ、薬局がね。いや、これ逆に怖いんだよな、近すぎて。あーねー、いや、これない、ね、これ売れなそう。いやー、でも異世界おじさん売れた。本当にあったら失礼だぞ。だって異世界おじさんは売れてるからね。なるほどね。異世界おじさんは売れてるからね。じゃあ俺自分読みたいんでこれいきます、ね、でこれ違かったら書いてもらおう、うん、そうしよう。胸が大きい女の子しかいない世界に転生してしまった貧乳好き勇者の冒険。こちらは、はい、こちらはありません。トリッピーが見たいやつを書きました。いや、それ見たいよね。これ読みたい。これ読みたいよね。これ読みたい。俺、そのタイトルつけた時に、そのタイトルつけた時に、あ、俺、いいよ、センスって。読ませてくれよ、トリッピー。めっちゃ怒られそうだよね、でも昨今。